ろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。晴れの舞台、正々堂々とクリ。いよいよ決勝戦なんだね。ああ、会場も一番の盛り上がりだ。もしかして緊張してる？だってだって決勝だよ。緊張だってするよ。でも緊張していたら楽しいレースにならないよ。それはそうなんだけど。リンがいなかったら私はここにいなかった。レースから逃げた一人だったかもしれない。でも今は一人じゃない。リサちゃん、ありがとう。リン、決勝戦二人で思いっきり楽しんで。緊張なんて吹っ飛んだ。行こう、観客に私たちの走りを見せてやるんだ。忘れられない素敵なレースにしようね。広い道幅ながらもゴール前以外は緩やかなカーブが切れ目なく続く神田川下流域浅草橋。外周を走るこのコース、目を引く大きなランドマークや仲見世などが賑わいを見せる。リサちゃん、マシンの操縦は任せて。3、2、1、神田川ジェットガールズ、正々堂々いいレースにしようね。もちろんだよ。私たちこの試合を素敵なレースにするって決めたんだ。素晴らしい答えですね。この4人で会場を驚かせてしまいましょう。さあ決めるとしよう。神田川杯の頂点に。遅い、避けられませんよ。私を外さない。必ず当てる。レースって楽しいね。行け。後ろから来てチャンス。決める。スピードアップ。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫、大丈夫。行け。あれりゃ、いい気の流れです。どうだ。行く、私は外さない。必ず当てる。狙われてるぞ。行け。
行くよ。都合がいいですね。行け。これは驚きました。思っていた以上の成績。やった、いい走りだったね。Z レーサーの夢に近づいたかな。結果は負けながらも、すがすがしいレースで満足しました。いのりさん、ふうかさん、ありがとうございます。あなたたち二人は本当に強かった。悔しさがないか、と問われれば今と答えます。優勝、そうだ、私たち、私を見てもらえてよかった。ミサちゃん、私もね、これでお母さんに胸を張れると思う。ああ、そうだな。でもね、私まだモヤモヤしてることがあるんだ。私もだよ。考えてることは一緒だね。心残りを解消する前に表彰式だ。うん、行こう、ミサちゃん。水流界との決勝戦、約束通り最後まで見たのだ。素晴らしい試合だっただけに、私と黒丸だったらどうしていたか、この神田川をどう駆け抜けたか。満腹黒丸ちゃんたちは3年生だから、最後の神田川杯だったのだ。だからこんな結果になって悔しくてたまらないのだ。私たちも残念だった。他のチームだってそう感じてたと思う。だから決着をつけよう。私たちの神田川杯を終わらせるんだ。本当によろしいのか。今さらなしっていうのはなしなのだ。うん、あなたたちに勝たないと本当の優勝とは言えないから。神田川ジェットガール、いいチームになりました。ありがとう、かぐや様。あの時できなかった分も暴れてやるのだ。私と黒丸の戦力をお見せしましょう。いつもの調子に戻ったね。かぐやさん、満腹黒丸さん、私たちだって負けないよ。東京リゾートシティ、タコさんにフグさん、アザラシさんなんかも見えます。可愛さに見とれていると痛い目に遭いそうですね。造形物は可愛いけれど難易度は高いコース。
マシンの操縦は任せて。3、2、1スタート。非公式でもこうして試合ができて幸せなのだ。あのまま終わってたら後味も悪いし。うん、2人を乗り越えないと先に進めないもんね。ええ、承知してます。クロムヘッド、参りましょう。私たちの本気を超えることもどれだけ困難か二人に思い知っていただきますわ。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。進むのだ。ブースト全開です。もっとスピード上げていこう。私の出番。盛り盛りなのだ。行け。行く。ブースト全開です。私の出番。元気もりもりなのだ。当てる。決める。ブーストかけるね。知り足りないよ。私すっごく楽しい。ミサちゃんは？楽しいよ。こんなに風を切って走るのが気持ちいいなんて。クロマル、絶対に負けられませんわよ。もちろんなのだ。マッククロマルちゃんたちは必ず勝利するのだ。マッククロマルちゃんに任せるのだ。今日も可愛いミサちゃん。行くよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。すごい、1位になったよ。すごい、嬉しいな、嬉しいな。大会で当たっていたらどうなっていたか。いいえ、私たちの完敗です。ぐぅ、全力でやったのに勝てなかったのだ。ですが、何か不思議な高揚感があります。この気持ちを何と表現したらいいのか。楽しかったじゃない。ええ、そうです、とても楽しかったです。並木さん、葵さん、
ありがとうございます。かぐやさん、黒丸さん、これからも一緒にジェットレースしようよ。大会じゃなくたってきっと楽しいと思う。一人より二人、二人より四人の方がもっともっと楽しいよ。そうですよね。なんかめちゃくちゃな考え方なのだ。これが凛なんだ。私も初めは戸惑ったよ。でもすぐに友達になれる。ええ、そう思います。それじゃあ私たちも次の目標に向かって頑張らないと。次の目標？何それ？そんなの決まってるじゃない。目指せ日本一！大きく出たな。それでその後は世界一。世界？それはさすがに飛躍しすぎ。世界の次は宇宙一。は？宇宙の次は…ミサちゃん、何を目標にしたらいいの？知らない。本当に面白い二人なのだ。まったく。でもリンがいたから楽しく走れた。これからもよろしく。うん、これからもっともっともっと楽しいことがあるよ。